分おきぐらいの波でしたね。走ってる最中でも止めてぶっ飛ばされたりとか、そんなことありでしたよ。もうそれこそ火炎瓶持ち出してみたりとか、もう盗難車の車とかでもう跳ね飛ばしてとか、はちゃめちゃな時代だったんですよ。腐ったみかんはいらないよタイプなんですよ。泣いて帰ったやつもいますよ。悔しくて、はい、その直後ですよね。そのまま120キロとか130キロぐらいでもずっと17号もカーチェイスですから、